あったかくなった。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹を触って冷たいよって感じたことある方は、お腹の肉がなかなか取れない内臓型冷え症になるんです。これになってしまうと内臓脂肪がつきやすくなる。お腹が冷えることによって皮下脂肪もつきやすくなる。お腹の肉が取れにくくなるんです。そこで今回は内臓を温めるマッサージ、内臓の外側、皮下脂肪を温める腹筋メニューを行っていきます。これをセットで行うことでお腹の脂肪がつきにくくなり、取れやすくなります。お腹を触ってみて冷たいよって方は結構やばいんです。本当にやばいんです。内臓脂肪がついている方、皮下脂肪がついている方、一緒に頑張っていきましょう。今日も一歩前進しましょう。体を温める方法としては、首とお腹を温めるのが大切なんです。風邪をひいたら首にタオルを巻け、首にネギを巻け、聞いたことありますよね。まずは首からさすっていきます。後ろから前に首をさすって温めていきましょう。後ろから前にさすりながら、両手で後ろから前にさすりながら首をさすることで温まります。寒い時って体こすりますよね。こするだけでね、温まるんです。はい、OK。 で、今度は上向いて寝ましょう。お尻を上げた状態でお腹を揉んでいきます。軽く押さえながら、おへその下の方からね、上の方まで温めてください。押しながらさする感じです。これだけでね、内臓が実は温まります。しっかり揉んでください。 OK です。今度はお尻を下に下ろしたまま押していきましょう。押したところでね、気持ちストップしてもらってゆっくり離しましょう。いろんな位置を押しましょう。これで血流が上がって内臓が温まります。この後に腹筋メニューを行っていきます。はい、 OK です。今度は足を伸ばして上体を起こして止まっておきましょう。これでお腹に力が入った状態で止まっているので、腹筋が温まると外側の皮下脂肪が温まります。筋肉の少ない部位に冷えないように脂肪がつきやすいので、お腹の中から温めましょう。ちょっとね、辛かったら一度倒れてもいいです。とにかくお腹の力を入れたまま。はい、 OK です。今度はね、手も足もちょっとこう上に揺れましょう。こういう感じで足も少しね揺らします。そうすることで力が入ったお腹が引き伸ばされようとするので、ストレッチかかってお腹の力を使うことができます。だいぶ体がね、温まってると思います。 OK。 もう一度ね、お腹を揉んでいきます。さすりながら、押しながら、このね、奥から温める、外側を温める、この繰り返しはね、すごい大事です。このね、間でこういうマッサージを加えることで腹筋も休まります。はい、 OK です。じゃあもう一度揺れます。スタート。
起きとくのしんどいよーって方はね、休みながらやってください。もう一回ずつです。さすりながら揉んでいきましょう。もう一回終わりです。だいぶね、お腹が温まってると思います。いろんな位置をね、押さえながら。オッケー、ラストです。ラストはね、万歳。これで手足をね、振りましょう。頑張って、こういう感じ。足もね、ブラブラしながら軽く上下にね、動く感じ。グッ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 と、うおぉ、効いてる。オッケー、やー、さすってさすって、オッケー。お疲れ様でした。今回の内臓脂肪を温める、皮下脂肪も温める、この2つセットで行うことで、よりお腹の脂肪を失うことができます。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。